ジーナ・ファヒム・クズ、ガリー・ポバ、ジーナ・ファギー・モブナ・ガリー・ポバは、ロシア・タタール・スタン出身の歌手である。2012年に、音楽・タレント・オーディション番組、ザ・ボイスのロシア版、ゴロースにて優勝を果たす。ガリー・ポバは、ロシアの放送局の内部選考により2013年の、ユーロビジョン・ソング・コンテストのロシア代表に選出され、2013年5月に、スウェーデン・マルメで開催される。 ユーロビジョンソングコンテストに出場し、ホワット・イフを歌う。1991年3月25日、ロシアタタールスタン共和国のゼレノドリスクにて、医師の家に生まれる。6歳からエレナ・アントノバの指導の下、ゾロトイ・ミクロフォン劇場で歌い始めた。ゾロトイ・ミクロフォン終了後、タタールスタンの歌手がブゲルファとサフィンと共にツアーを行う。火山大学にてジャーナリズムを専攻する。 FC ルビン火山のファンであり、試合前にロシア及びタタールスタン共和国の国歌を歌った。ありがとうございます。